服部は、大阪府豊中市中南部に位置する地区。町名では複数に分かれる。東を天示川、側、西を阪神高速11号池田線に挟まれた平坦な一帯。南側は、名神高速道路を挟んで、将来と向き合う。北側では、地里丘陵の南端部が迫るため、北上すると坂を上り、西寄りではソネへ、東寄りでは桜塚へ至る。なお、 千里丘陵から流れ出てきた天竺川は天井側のため高い堤防が設けられている。東部を阪急宝塚線と国道176号が南北に貫き、宝塚線には服部天神駅がある。西部では阪神高速池田線が走り、豊中南、出入り口が設けられている。帰還人集団である畑氏が陰行天皇のお世に、 織部司に任じられ、当地を、服部連の本拠都市集中したのに始まる。彼らが祀っていた祠が、後に、菅原道真伝説と結びつき、今日の服部天神宮に至ったという。また、平安時代末期の二平二年に、現在も服部にある、服部住吉神社の社殿が再建された、との記録が残っている。江戸時代に入ると、野瀬街道に総宿場町となった。 加えて、服部天神宮が、菅原道真伝説から、足の神様として、数形を受けるようになり、門前町としても繁盛するようになった。ことに、江戸時代中期から幕末にかけては、陰心を極めたという。1910年に、身の終わり気で軌道の開通と同時に、服部天神駅が設置された。服部天神宮ではこの駅設置について、 三国から迂回して駅を設けたとしているが、同軌道は宝塚駅までの本線と同時に、美濃駅への支線も同時開業しており、線形から考えると果たして、天神宮だけのために迂回したかどうかは疑わしい。駅北側の踏切を挟み東西に服部、服っ服り、っり西町商店街が形成されている。西側の西町商店街はアーケードはなく、 アスファルト舗装の一般道路だが、道沿いに阪急オアシスがあり小売店や餃子の王将など飲食店も多く、南へ入るとライフもあることから、夕方は結構賑わっている。ただ、商店街と一般道路を兼ねるため、工述するような問題も生じている。スーパーを除くと、個人経営の小規模店舗が多く、書籍、 CD 等の購入やちょっとした買い物では梅田まで出る住民が多い。服部の街並みの特徴は、城下町のように細く曲がりくねった道、行き止まりの多さ、そしてそれら東西と南北の道路が四つ筋をほとんど形成せず、まるではしご状の網田くじのようになっていることである。特に南北の裏道は、数百メートルも行かないうちに、東西の道に突き当たって終わってしまうものが多い。 これはハットリが大阪市北港の近郊住宅地として急速なスプロール現象にさらされたことによる。このことを象徴するように、ハットリには築後数十年の古い木造アパートが多い。阿弥陀久じ城の道はかつてのあぜ道の名残である。複雑な街路に加えて、ハットリ天神駅の改札は上下線とも踏切に面下北端部にしかなく、 駅の南方から乗車しようとする場合、ホームを横目に大変な大回りを強いられることになる。大阪梅田駅から阪急宝塚線に乗ると、八部天神駅では改札口に最も近い先頭車両から半数以上の乗客が下車するのがわかる。大都市周辺の住宅地の多くがそうであるように、豊中市では大阪市に向かって横方向を結ぶ交通路が 需要に比べあまり発達していない。服部も例外ではなく、服部天神駅周辺では、不動145号や駅前商店街のような狭い道に車と自転車と歩行者がひしめき合い、特に夕方は顕著になる。また、脇道であっても自動車が強引に割り込んできたりするので注意を要する。内環状線が 東西に通じてはいるものの、省内との境に近い南の町外れである。阪急宝塚線が、服部近辺で地平を走り、多数の踏切を抱えていることも、道路の混雑を深刻にしている。宝塚線は13駅、ホタル外径期間の大半で高架化が終了しているものの、省内駅南方、服部天神駅北方では、 明神高速道路との立体交差の関係もあってか、地上線のままとなっている。宝塚線は路線距離が比較的短いため極端な開かずの踏切とはならないが、それでも駅近くの踏切はカーブによる速度制限の影響も加わり、列車発着前から長々と閉まっていることが多い。ハッの北西約4キロメートルには大阪国際空港が控えており、 上空を多くの飛行機が着陸体制で通過する。関西国際空港の開港前は国内線、国際線とも現在と比べ物にならないほど頻発しており、騒音問題から訴訟にまでなったが、現在では落ち着いている。着陸経路に当たる住居には2004年までという中市から冷暖房費用名目で補助金が出ていた。服部天神駅西口前にある パチンコ店は、ハットリの名の連想から、忍者のネオンサインを備えている。2005年夏に、忍者ハットリくんのパチスロが登場した際には、ハットリくんを描いたバルーンまで駅前に立ち、相関であった。また、パチンコ店の隣には、レンのたこ焼き店がある。ハットリ近辺には、豊中ハットリ、豊中ハットリ南、豊中ハットリ西、そして豊中南と4つの郵便局があるが、 すべてがなぜか、服部天神駅を遠巻きにしたような位置に立地している。駅資金には工術の銀行、信用金庫店舗がある。服部天神駅、西口地名からの連想で、服部天神駅から、服部緑地まで資金と考えている人が多いが、駅が位置する服部の中心部から、緑地敷地までは 1km 以上離れており、しかも西側は、緑地として、 裏口にあたる。北大阪急行緑地公園駅の方が緑地の諸施設へも近く、表現館として機能している。どちらも、服部り天神宮の祭り。恵比寿祭りは、毎年30万人の人手で賑わう。足の守護祈願大祭は、足の神様たる同社の面目役所とも言うべき祭り。ありがとうございます。